混ぜ方はこうで、火加減はこうと。よし、大体わかったような気がする。早速実践といきたいとこだけど、あれはお母さんのだし。決めた。とりあえずお散歩に行ってみよう。話はその後だ。アーキュリス、ここはアーランド共和国の辺境にある小さな小さな田舎町。フェルスガラクセンと呼ばれる遺跡の調査を目的に人々が集まったのどかな場所です。さて、この町には一人の少女が住んでいます。ちょっとつ盲信で元気いっぱいな後先考えない女の子。彼女の名前はエルメルリア・フリクセル。町の人たちからは親しみを込めルルアと呼ばれています。駆け出しの錬金術師である彼女は偉大な母のような錬金術師になるべく勉強中。しかし成果はあまり出ておらず、彼女はモヤモヤとした日々を送っているのでした。
いつもの鳥も飛んでるね。なんて名前か知らないけどさ。ルルーちゃん。あ、エーファ、ヤッホがお皿割ったとか。ううん、違うの。ルルアちゃんにね、爆弾を作ってもらいたくて。爆弾？そりゃまた朝からご機嫌だね。てかどうして私に？師匠に頼めばいいじゃん。それはルルアちゃんに成長してほしいからだよ。本当？なんか別の事情があるんじゃ。成長してほしいからだよ。はいはい、わかりました。ま、爆弾くらいならなんとかなるな。あ、でも材料が足りないよ。エーファ、材料集め手伝ってくれるよね？うん、もちろん。じゃあ早速出かけちゃおっか。はいよエーファがいれば百人力だね。
よし、たくさん材料集めちゃいますか。そうだね。え、どうしたのさ、急に笑ったりして。私変なこと言った？ルルアちゃんと一緒にお出かけするの久しぶりだなって。ああ、確かに最近錬金術漬けだったからな。なら今日は思いっきり楽しい。ん？それでいいの？うん。そっか、ならいいや。材料材料。ふん。お、マーナ気が利くね。わざわざ集めてきてくれたの？って、マーナ？うん、そんな大きな声で呼ばなくとも。私がマーナであることに変わりはないぞ、ルルアよ。マーナちゃん、どうしてここに？魔物が出るから町の外に出ちゃダメってあれほど。そうだよマーナ、マーナみたいな子供はおとなしく育児院で遊んでなさい。大慌てしていたルルアに言われたくはないな。その口ぶり、さてはずっと見てたな。もちろん、私に知らないことなどあるはずないだろう。それではさらばだ。行っちゃったよ。本当に自由な子だね、マーナちゃんは。いくらなんでも自由すぎる気がするけどね、私は。さて、もうちょっと材料を集めていこうかな。いいものあるといいんだけど。勉強しないとね。
調合に使えそう。さあ何の材料になるか調べないと。いっけ、野菜はカレーのお供だよ。煮込むと美味しくなるぞ。よし、材料集め終わり。お疲れ様、エーファ。ううん、これだけあれば大丈夫。バッチリ。よし、じゃあアトリエに行って早速調合しちゃおう。アトリエってルルアちゃんのお師匠さんの方だよね。ああ、うん、お母さんのアトリエはお母さんのものだからね。そう、行くよエーファ。グズグズしないで。ほら、錬金術の基本、おろそかにしたらバッチが当たるよ。私も最初はびっくりしたよ。師匠、世界中を旅してるからね。ささ、エーファも入って入って。私の調合の腕見せてあげるからさ。はい。師匠、調合させてください。おや、ナノマスター、今日も元気ですね。あ、ドラゴンさん、こんにちは。あれ、師匠は？マスターなら不在です。材料を拾いに行くと飛び出してしまいまして。そっか、師匠がいないのはちょっぴり不安だけど、なんとかなるなる、多分。じゃあエーファー、しっかり見ててよね。あのロロライナ・フリクセルの娘、エルメルリア・フリクセルの超絶調合テクニックを。
調合のコツは釜の混ぜ方と火加減でしてね。ナノマスター、早くしてください。釜が焦げます。分かってるよ。次だってなんとかなるなる。はあ、材料をポポイッと入れて釜をいい感じで混ぜて。ああ、失敗した。いや、もう一回。爆発すること3回、爆発せずとも調合を失敗すること8回。果たしてこれは上手と言えるのでしょうか。僕には分かりません。うるさいな。できればいいんだよ、できれば。そうそう、ルルアちゃん、パチパチパチ。はあ、
格。これで頼まれてた爆弾は出来上がりだよ。ありがとうルルアちゃん。とっても助かっちゃった。いいのいいの、気にしないで。でもさ、エヴァ、爆弾なんて何に使うの？お掃除に爆弾使っちゃダメでしょう。ん？何か隠し事してるな。そんなことはないよ。うん、全然。バレバレ、どうしようもないぐらいバレバレ。正直に言いなさい、エヴァ。ヴェルスガラクセンに魔物が出たらしくて、退治の依頼を先生が受けたんだけど、まあほら先生だから。そのなるほど、倒せなくて困ってると。仕方ないな。わかった、私たちで代わりにやっつけちゃおう。でもその前に育児院に寄ってく。無理な依頼を受けちゃダメって先生を注意しないといけないから。ごめんねルルアちゃん。魔物の退治に行くなら準備は怠らないよう。いいですね、ナノマスター。はいはい、分かってるって。それじゃあ行ってくるね、ドラゴンさん。